はい、こんにちは。日本改革党くつあわです。せやろ様、せやし様、せやろせやし様、いくお様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがとうございます。デモ申請に警視庁に行ってまいりました。これでやっと正式に告知を始められます。なんか行きも帰りもブルーリボンバッジつけて行ったんですけれども、電車の中でね、バッジを二度見してる高齢女性がおりまして、多分安倍がなのかなって思っちゃいましてね。でね、ブルーリボンバッジつけてる人が増えれば、あの人らすごいストレスになると思うんで、まあまあおすすめであります。画像の場所はですね、人気スポットらしくてですね、3組ぐらい撮影の順番待ちしてました。まあテレビなんかでもおなじみの場所ですよね。NHK スクランブルでも開催、4月2日日曜日13時30分集合、場所春の小川コミュニティパーク、渋谷区代々木 5-68-1。 動画説明欄に貼っておきますんで、もっと魅力をクリックしてご覧になってください。よろしくご参集ください。メール党員様限定懇親会もやります。4月8日土曜日、17時ぐらいから池袋近辺で、メール党員の皆様よろしくご応募ください。気に返してないはずの、まあ、これ意に返してないの間違いなんですけど、動揺しまくってメンタルやられまくって、なんか書き間違っちゃったみたいなんですけど、はずの小西博之、ツイッターやYouTube で批判する人を訴えてやると表明、ダチョウクラブですかね、顧問弁護士と相談し、放送法の解釈をめぐる問題で事実の曲解などによる誹謗中傷などなどなど言ってますけど、範囲広いな、おい、曖昧だな。行っている YouTube など、またなどだ。その拡散コメントに法的措置を取ります。再生数を稼ぐための悪質な違法行為という訴えも、検討します。違法行為案だったら、小西が訴えなくても、刑事事件で、勝手にね、YouTube のアカウントなくなっちゃうんじゃねえのかな。実はですね、ガーシーの脅迫をですね、YouTube がすぐにアカウント削除。で、また作ってもまたすぐ削除。意地になってたのはですね、これ犯罪ほう助ってなっちゃうからなんですよ。YouTube で脅迫など違法行為を行って、YouTube 側はですね、それ放置すると、犯罪を続けて行わせている、それどころかお膳立てしている、手助けしているみたいに取られちゃうんで、すぐあれしちゃったんですね。ですので小西が言うようにですね、再生回数を稼ぐために、違法行為やってるのはアカウントなくなっから。アカウント、消滅すっから。だから小西の言ってることは全くの間違い。いつものように。全くの間違い。いつものように。一般反応です。顔が曲解しているが。俺は強いアピールきたな、これ。実に小西らしい。気に返してなかったはずでは。事実を並べて素朴な質問をしているのに、訴えるってやるつもり。事実陳列罪。だいぶ余裕なくなってきたな。どこに向かって反撃してんの？で、誰にもらったのと。気にしてないが訴えてやる。実に小西らしくていいですなぁ。私もここ一週間ばかし、ずーっと小西叩きの動画上げてますけれども、訴えてくんねえかなぁ。100倍返ししますんで。懲罰委員会にかかった時みたいに100倍し返ししますんでね。足立康氏はですね、維新の、靴沢をですね、訴えたいので、弁護士に相談とまでは言ったんですけど、その後の続報ないんだよな。再生回数を稼ぐための悪質な違法行為。違法っていうならなんで、何条、何法の何条の何違反か言ってもらわないとね。皆さんの意見まとめ。どこが事実の曲解で、どこが誹謗中傷なのか。事実を並べたら誹謗中傷になるのか。
違法というなら警察の出番ではないのか、誹謗中傷みたいな顔しやがって高市さんを誹謗中傷しまくってますよね、などなど。確かにそうですよね。批判は気に返してないはずだったのに、おかしいっすね、本当は聞きまくってメンタル追い詰められてんだろう、そうなんでしょう。公人の誹謗中傷ハードルは高いよ。小西は税金から給料もらってる、公人なんですから、ハードル高いよ。これあれありますよね、公務中の公務員に肖像権はないとかありますもんね。例えば警察官の顔を取って晒しても罪に問われませんね。地方議員でもハードル高いのに参議となればなおさら高いですね。安倍総理は毎日のようにですね、日刊現代あたりにですね、人間のクズって書かれてたけど、名誉毀損なんかで訴えても多分ですね、政治家は批判されるのが仕事でしょ。あんたら権力者でしょ。門前払いされるのが、オチであります。立花も自分をゴキ呼ばわりしたですね、人を訴えてましたけれども、同じ理由でですね、門前払いされてました。あんたら批判されるのが仕事でしょ。批判されねえ権力者は独裁者でしょ。C 和夫みたい。まあね、あの人らは、批判すると除名されるからね。そういえば内部に詳しい人がですね、特捜部の本丸は立花って、動画上げてました。ガーシーなんかどうでもよくて、立花逮捕が真の目的なんだって。二人も元参議を逮捕できたら大手柄ですもんね。脅迫の指示は間違いないようだしね、強さどころじゃねえ。やってくれって言ったみたいな。小西博之嫌われすぎ。ネットアンケートで驚きの結果に。ツイッターアンケート。高市さん頑張れ 98%。小西さん頑張れ 2%。という記事が出てしまいました。一般意見です。別に驚きではないが。亡命待ったなし。小西って友達いなさそう。小西さん、今すぐ亡命してはないの？小西と愉快な官僚仲間の、まだ、永田さんが待ってるよ。万死に値するのが誰なのか、せめて自覚できればって。2% って多すぎね。国会で嘘しか喋ってなくて草。小西にブロックされてない、選ばれし者対象のアンケートなのになぜ。豆にブロックしているのにな。まあそうでしょうね、の結果。全然驚きの結果じゃなくて、笑いますね。白髪とハゲの集合体、共産党、拡散部は有名ですけれども、共産党はですね、共産党拡散部はコラボで、今それどころじゃなくてですね、つまり立憲拡散部が 2% ってことなんでしょうかね。支持率は 3% ぐらいだが、全員がネットやってるわけじゃないですもんね。立憲の支持者は高齢者が多いって、もう出ちゃってますから。名言誕生。パヨが100人いたら1人ともえ。なるほど。あいつらね、デモの人数も100倍増しすから、あとパヨは一日中どうやって生活してんだか知んねえけど、一日中書き込んでますからね、1人でね。パヨが100人いたら1人ともえ。面白いです。小西文書事件に集会遅れで、蓮舫参戦。自分の記憶が正しい。放送法解釈変更を行っていない。という立証責任を果たさない大臣に根拠は見出せません。ちょっと何言ってるか分かんないですね。なんか文句言ってんのは分かるんですけどね。一般反応です。立憲の負け格。勝てそうにないんでうやむやにしようとしてる。まず国籍を明らかにしてから言おうか。役人が揃って否定している事実を、事案をいつまでこねくり回すのか。毎回思うけど、ないことを証明しろって野党議員って頭悪いのかな。解釈変更が行われたってお前らが立証すればいいだけ。総務省がないって言ってるじゃん。毎回出遅れては集会遅れのことを言い始めることに定評がある蓮舫さん。そんな定評あったんだ。集会遅れの蓮舫っつね。総務省のですね、追加の発表、見てないのかな、蓮舫はな。磯崎総理補佐官に、放送法4条の解釈を変えるように求められたという認識はなかった。一番組でも、極端なら、局の政治的公平性が保たれているとは言えない。昭和39年の国会答弁からこの認識を変えていない総務省では。これ読んでたら、知ってたら、
放送法解釈変更を行っていないという立証責任を果たさない大臣って言えないでしょ。解釈変えてないんだから、そう総務省が言ってんだから、大臣に根拠は見出せません。何の根拠なんだかさっぱりわかんないですね。全然わかんないですけど、これがパヨ語なのか、パヨはこれ読んで理解すんのか、議論無駄ですね。全然パヨとは、毎日じゃない朝日新聞記者、 AI によって将来なくなる職業は、 AI 新聞記者一般反応です。朝日新聞は必要ないな。 AI は変更や捏造ができないんだから、朝日の記者にはなれないだろう。朝日の嘘記事を大量に学習させればできるのでは。朝日の記事を書かせるには変更バイアスを AI に設定しないと。朝日のようなバカ社説は AI には無理。まるで AI がなければ新聞が生き残るかのようなタイトルだが、今のペースだとあと10年で消滅だぞ。不動産業で頑張ってください SNS の普及で誰でも新聞記者って世の中になってませんか。東池袋暴走事件って2019年の選挙初日だったんですよ。でね、パトカーがすげえ数いるもんだから、すぐにツイッターでですね、池袋事件で、検索かけたんです。ツイッターの中でね、現場に居合わせた人が撮った画像が何個も出てきました。紙の新聞よりですね、圧倒的な速度、圧倒的な制作格差、新聞記者いらねえですね。もう特に朝日新聞はね、誰でも新聞記者、誰でもジャーナリスト、 C 数を、人間と人間がフラットな関係の社会になってこそ性暴力の根を断つことができるのではないでしょうか。あーなんて言っちゃってですね、一般の反応です。ナイスジョーク性犯罪者だらけの共産党に言われたくない。サドルに体液かけるのやめてもらっていいですか。批判する党員をすぐさま除名するのがフラットな関係なんでしょうか。独裁者がフラットな関係って草、まずは身内の犯罪をなくしてみてはと。ソ連共産党幹部はノーメンクラトゥーラって呼ばれてました。手っ取り早く、まあ要するに特権階級っていう意味ですか。共産主義においてですね、分配に口出せない側と分配する側には決定的な違いがあるんで、フラットな関係は構造上不可能であります。パヨって権力握ればですね、自分が必ず分配する側に回れるって何の根拠もなく無邪気に考えてった子が愚かなんですよね。どうして奴隷側に自分が回っちゃうって考えられないだろうか。正常性バイアスってやつですかね。自分だけは大丈夫、自分だけは当選できるみたいな正常性バイアスね。それに性暴力言ってますけれども、これって定義が実は曖昧であります。証拠があるもの、立証できるものは性犯罪ですよね。警察の出番ですよね。証拠がない、あるいは弱くて起訴できない、もの、これ実は自傷でもいいんですよね。自傷慰安婦と同じで、つまり性暴力って証拠ねえ、自傷の証言だけの性犯罪って考えてもらっていいですか。つまり性暴力をなくそうは便利な言葉なんですわ。証言だけでね、証拠ゼロでも特別扱いしろって、それじゃあまるでですね、自称慰安婦じゃないですか、そのものじゃないですか。皆様もですね、性暴力って言葉聞いたら疑ってください。それほとんどが証拠ねえやつなんだから。証拠あるやつは性犯罪って言うんだからね。なんか変な陳情出ましたよ、豊島区にもね。豊島区から性暴力をなくそう。でね、自民党議員さんと話し合って、こんなふわっとしたもの何なんだって言って否決しましたけれども、それにもうそういうのは出てますから、と区の宣言としてね、いうことで、皆さんも性暴力って見たら疑ってください。ふわっとした事象でも何でもいいっつ、とんでもねえね、
これ弱者創造スキームの一環ですから、というわけで NHK スクランブルでもご参加ください。人数減ってって尻つぼみだと、ちょっと困るんで、まあそれでもしつこくやりますけどね、報道するまでNHK が報道するまでね、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。